でもそのペンタゴンさんっていうところは無傷で回収してくれって思ってたんじゃないの。まあ、無理なら破壊しろって言ったけど、それは結局建前上の話で、予定ではね、みんな死ぬはずだったから大丈夫だったってことか。だけど動いちゃったからな。あ、かっこいいな。ちょっとすごい、アーマードコアみたい。お、ごっつごつしてるな。動くの？動くの？ちょっと待って、大佐、どうしよう。動いちゃったんだけど。ついにメタルギアが動き出してしまったか。うん。君だけが頼みだ。何としても食い止めるんだ。どうやって？開発者のエメリヒア。そうだね、俺もそう思ったよ。でももうちょっとマスターじゃない、これ大佐ももう役立たねえな。ちょっとスネーク死んでもいいって思ってたんでしょ。スネーク、レックスの装甲は完璧だ。今持っている鍵では破壊することはできないよ。マジか。レックスは最新式の複合装甲を採用しているんだ。うん。高性能のヒートでも使わない限り破壊はできない。ではどうすればいい。レックスの操縦席は一種の VR システムと同じなんだ。あらゆるセンサーを通しハイテク機器を介して操縦している、うん、完全に外界から閉鎖された密閉型だ。肉眼では見ていない。そうだよ。だからセンサーを破壊すれば、レックスの左腕のように見える円盤があるだろ。ああ、盾のようなやつか。それがレドームだ。あそこを破壊すれば電子装置は効かなくなる。盲目になるってことか、うん、ああ、レドームにスティンガーミサイルを打ち込めばいい、うんうん、それで動きは止まるんだな。いや、レックスは肉眼でも操縦できるようになっている。おお、なんていう互換性。くちばしのような部分が操縦席なんだ。異常の際はそこが開閉する。レックスの装甲は頑丈だ。破壊はできない。それは分かってる。でも内側からなら話は別だ。内側？なるほど。まずレドームを破壊して操縦席を開かせるってわけだ、うんうん、そうだよ。操縦席の内側にスティンガーミサイルを直撃させればコンピューター制御系を破壊できる。そんな弱点を残したまま開発してたのか。弱点じゃない、弱みだよ。人も兵器も弱みがないと可愛くないじゃないか。そうだろ。分かってるね。分かった。お前に感謝したい気持ちだ。そのロマン、あれよく分かるよ。左だから R から見ると右なんだよね。スティンガー、あ、右のやつだよね。行くぜ。あー、スティンガースティンガー来るの来るの来るの、来ちゃうの来ちゃうの、撃ってくるの。うおー、舐めやがって。おら、よし、効いてる効いてる。おいけ、くっそ、爆風が貫通してきやがった。クソゲーめ。これチャフでなんとかなんないの。まずチャフ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 、ほーら、よっと。ダメか、ダメかどうかもわからない。あー、スティー、あ、見れない、届かない。あ、くそ。あ、でも今動いてなかったよね、確実に。あ、スタンじゃない、スタンじゃない、チャフです、チャフです。いって、だからこのチャフが効いてる間にスティンガーをはー打ち込む。よし、いいぞ。で、レーションを使う、レーション取る、走って逃げる。これは どうなんだ。レックスっていうのは結構身軽なのか。サーチは完璧だな。でも、あ、大丈夫だね。踏みつけ攻撃みたいなことをしてこないみたいだから大丈夫そうか。こう下、チャフグレネード投げて、スティンガーミサイル構えて、ほら、もう一回、もう一回、よし、もう一回、いいぞ。ダメか。ああ、避けるのが遅れるとダメなんだな。おまけにこれさ、スティンガー撃ってる間はダメなんだね。あのチャフグレネードが効いてる間はロックしてくれないんだ。こっちも肉眼で撃たないと。
で、コックピットが開けて内側が見えるようになると。で、内部から破壊すればなんとかなる。え、ちょ、忍者早く逃げろ。グレイフォックス、懐かしい名前だ。ディープスロートよりは聞こえはいい。やはりお前だったのか。見ていられないぞスネーク、年を取ったな。腕が、おーすごい、何、どうなってるの。フォックス、なぜだ、なぜ俺にこだわる。俺は死の囚人、お前だけが俺を解放してくれ。顔が見えてる。もうこんなことに関わるな。ナオミはどうする。ナオミはお前のために復讐を。ナオミを止められるのはお前だけだ。俺にはできない。どうして。ナオミの両親を殺したのは俺なんだ。まだ若かった俺はあいつまでは殺せなかった。あいつを拾ったのは後ろめたさに耐えきれなかったから。あいつの世話をしたのは痩せこけた両親を満足させるため。それでもナオミは俺を兄と慕ってくれた。フォックス、傍から見れば俺たちは仲のいい兄弟に見えたかもしれない。だがあいつに瞳を覗かれるたび俺はいつも怯えて。お前から伝えてくれ。本当の仇はこの俺だ。そこか。そろそろ決着をつける時だな。ディープスロートからの最後のプレゼントだ。俺がヤスの動きを止める。フォックス、撃てるよ撃てるよ俺は。これで本当に。どうやって？ザンジバーランド。ちょっと待って。俺は戦いを取りやめる。待てばいいの？生きる実感のない。ただ死んでいないだけの無意味のせい。長かった。それが今ようやく終わる。撃つよ。あ、撃てなかった？ちょっと、ちょっと待ってくれよスネーク。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意志で戦ってきた。スネーク、スラバだ。愚かな男だ。死を懇願したとき勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の店やな。死ね。ちゃんと撃ってやるんだった。
人のフォックスの話なんて聞いてる場合じゃなかったのか。お構いなしで撃ってくるな。おまけに思った以上に当たらねえ。きちんとロックしてくんないのか。連射はダメか。ゆっくり撃たないと。でもレーションがある限りなんとかなるか。あいて、よし。あ、なに、近くにならないとロックしてくんないのかな。あ、近すぎるか。危ない、危ない、危ない。あーっと、なんか避ける方法ないのかな。よし、結構追尾してくるよね。よし、飛んだ。スネーク吹っ飛ばされた。まあ言い訳をするようじゃないけど、あんだけ打ち込まなきゃ破壊できないんだったら絶対無理だったよな。ねえ、グレイフォックスを巻き添えにして撃ったとして、うわー、リキッド生きてる。どう考えても劣勢遺伝子とは思えないですけどね、この体力とか根性とか。10年足りすぎでしょう。その仁王たち。目覚めは悪いようだな、リキッド。生きていたか。俺は死なん。貴様が生きている限りは。残念だったな。決起とやらは失敗だ。メタルギアを失った程度で俺は戦いを終わらせる気はない。何言ってんの？戦い？貴様の本当の狙いは何だ？俺たちのような戦士が生かされる時を再び築き上げること。それはビッグボスの妄想だ。意志だ、親父の。冷戦の時、混沌の時、世の中が俺たちを欲した、俺たちを評価した、俺たちは必要とされた。だが今は違う。毅然と欺瞞が横行し、争いがこの世から消えていく。それでいいじゃん。自分を生かす場が失われる虚しさ、時代から必要とされなくなる恐怖、お前にはよくわかるだ。俺は新型核を利用して当面の運動資金を得る。そして世界的なテロを行い、このふやけた世の中を再び混沌の世界へと誘う。紛争が紛争を呼び、新たな憎しみを生む。そして俺たちの生態圏は拡大していく。人の支配が続く限り、世界中のどこかで紛争は起こっている。バランスが問題なんだ、親父の目指したバランスが。それだけの理由で。十分な理由だろう。俺や貴様にとっては。俺はそんなものは望まない。ああ、嘘をつけ。ではなぜ貴様はここにいる。仲間に裏切られながらも任務を投げ出さずになぜここまで来た。俺が代わりに言ってやろう。殺戮を楽しんでいるんだよ、貴様は。何を違うとでも言うのか。貴様は俺の仲間を大勢殺したじゃないか。それはとどめを刺す時のお前の顔、実に正気に満ちていたぞ。違う。自分のうちの殺人衝動、それを否定する必要はない。俺たちはそのように作られたんだからな。作られただと。レス・エンファントス・テレブレス。
恐るべき子供たち。その計画はそう呼ばれた。1970年代のことだ。最強の兵士を人為的に生産しようという計画だった。雛形として選ばれたのは、当時生きながら伝説の傭兵として名を馳せていた男、ビッグボスか。だが親父は戦場で負傷、すでに不能者だった。だから俺たちは親父の体細胞を使って作られた。前世紀のアナログクローン技術とスーパーベイビー法によって。スーパーベイビー法？細胞核を使って作られた受精卵を分割、8人のクローンベイビーを子宮に移す。その後ある時期で6つの胎児を意図的に間引き、犠牲にすることで成長能力を増大させる手法だ。俺たちはもともと八つ毛だったんだよ。そんなにいたんだ。すごい。そう、俺たちを作るために6人の兄弟が殺された。俺たちは生まれ落ちる前から人の死に関与していたんだ。そして俺と貴様、同じ DNA を持つ2つの受精卵が生き残った。だがそれで終わりじゃない。まだ何かあったの？俺は生贄にされた。ああ。有性遺伝子だけを発現させた表現系、貴様を作るために血清遺伝子ばかりを発現させられた。貴様は兄弟の命を奪って生まれたんだ。イケメンだけどな、リキッドの方が。だが残った兄弟は俺と貴様だけではないぞ。え？何？ゲノム兵たちだよ。彼らも親父の遺伝子を受け継いでいる。あ、そうなの？俺たちと違ってデジタルな方法で。前世紀にヒトゲノム計画が完了し、実写遺伝子の働きが調査された。親父の遺伝子情報のおかげで、すでにソルジャー遺伝子はキラーインスティンクトと言われるものも含めて60以上発見されている。判明したソルジャー遺伝子はその都度ジーンセラピーを経て次世代特殊部隊隊員に組み込まれる。それがゲノム兵だ。そうとも。お前がこの基地で殺してきたゲノム兵は俺たちと同じ DNA を持つ兄弟なんだよ。好き好んで殺したのは俺であって、スネークじゃないぜ。ああ、親父の遺伝子配列から作為的に作り出されたいびつな生き物。彼らは同胞だ。多くの犠牲の末に生まれたという意味でも。犠牲？人体実験だ。また実写だ。91年湾岸戦争、航空機からの狙撃だな。コールオブデューティーで見たことある。ソルジャー遺伝子を兵士に注入していたんだ。機関兵の間で問題になっているガルフウォーシンドロームはこの副作用だ。バカな。ガルフウォーシンドロームの原因は劣化ウラン弾の放射能や殺虫剤が原因のはずだ。みんなペンタゴンが流したカバーストーリーだ。他にも神経小説、化学兵器説、細菌兵器説、いろいろある。いろいろある。毒ガス探知車の導入や対サリン薬の投与も遺伝子実験を隠蔽するための策略だった。それでは機関兵の家族で起こっているガルフ王ベイビーも。そう、彼らこそ俺たちの最初の兄弟だ。それで完成したのが次世代特殊部隊。完成？バカを言うな。出来損ないだ。めっちゃ怒られてる。俺たちは滅びかけているからな。何？左右非対称の理論という言葉を聞いたことがあるか。アシミですね。自然界では左右非対称が標準だ。うん。逆に絶滅種には左右対称の兆候が見られる。そうなんだ。ゲノム兵にも現れているんだよ、その左右対称の兆しが。え、どういうことで？それは俺にも。目の形が一緒にもあるはずだ。耳の形とか。そうだ。俺たちは皆遺伝子レベルで死にかけている。いつ発病するかわからん。それを調べるためにも親父のゲノム情報が必要なのだ。ビッグボスの遺体を要求したのは同族を救うためだとでも言うのか？兄弟同士はこうなさない。それにもかかわらず助け合うのはなぜだか知っているか？同種の遺伝子を後世に伝える確率が高くなるからだ。自然選択の末、血縁は互いに利他行動を取るようになった。遺伝子には血縁を助けるよう記されている。ゲノム兵を助けるのは遺伝子の命令だと。
誰も遺伝子に逆らうことはできない。それは運命だ。まして俺たちは親父の遺伝子を再現するためにだけ生み出された存在だ。だから俺は自分の遺伝子に従う。そしてそれを乗り越える。呪われた運命を打ち破るために。従うのに乗り越えるのために、まず貴様を殺す。あ、やばいか。丸ボタンでスタミナ回復。後ろを見てみろ。あ、見れる。生きているのか。どうかな。え、なんかすごくない。数時間前までは息をしていた。何度も貴様の名前を呼んでいた。メリル、バカな女だ。時間もないんだけど。名前もない男に惚れるとはな。俺にも名前はある。ない。俺たちには過去も未来もない。あるとすれば、親父から受け継いだ遺伝子に刻まれている運命が全てだ。メリルを離せ。お前との決着をつけたらな。俺たちにはもう時間がない。フォックス大のことか。いや、メタルギアの破壊を知ったペンタゴンはある決定を下したそうだ。もはやボンダーレポートの必要もない。詳しくは聞き耳を立てているご立派なキャンベルに聞いてみるがいい。え、何、もしかして空爆でもする気なの。聞こえるか大佐。ああ、聞いている。ペンタゴンは何をしようとしているんだ大佐。答えろ。国防省長官自らが作戦の指揮に乗り出した。で、 AWACS でそちらへ向かっている。何のために。空爆だ。やっぱり。なんだって。それだけじゃない。先ほど B2 爆撃機が華麗な基地を離陸した。やばいぞ。地表貫通式戦術核爆弾 B6113 を搭載してな。いいよ、核爆弾なんて。メタルギアは破壊した。ちゃんと国防長官に伝えろ。長官はナオミの裏切りを知ってフォックス大の効果に疑問を持った、うん、スネークのメタルギア破壊で核攻撃を受ける恐れもなくなった今、彼は最も直接的な方法で事実の隠蔽を図るつもりなんだ。全ての証拠とそれを知る者をこの基地ごと核で吹き飛ばすつもりか。スネーク、だが心配するな。心配するわ。核攻撃は私が中止させる。ほう。何。たとえ形式だけであっても本作戦の指揮権は私にもある。私が爆撃中止命令を出せば命令系統が混乱し、少なくとも時間は稼げるはずだ、うん、その間に脱出してくれ大佐。そんなことをすればいいんだスネーク。実は極秘裏にフォックスハウンドの内偵捜査は行われていたんだ。そしてメリルは放棄当日にこの作戦に編入された、うん、私を脅迫する材料として。マジかよ。くだらん。すまなかった。メリルの命と引き換えに協力を強いられていたのだ。昔から強いられているんだ。早く逃げろスネーク。いいのか。全てを失うぞ。構わんさ。本当に失ってはいけないものを守ることができる大佐。何ちょっとかっこいいこと言ったんだよ。中止命令を出そう。これで後戻りはできんな。あ、何をする。大佐さん。スネーク。メリン、大佐はどうなった。信じられない。どうした。スネーク、大佐が。え、ロイ・キャンベルはたった今解任した。誰だ。私は国防省長官ジム・ハウスマン。大佐を出せ。機密漏洩と国家に対する反逆罪で逮捕監禁した。ひでえ。バカな。そう、バカな男だ。指揮権を与えられたと本気で信じていたとはな。貴様、全てを海に沈める。大統領もそれを望んでおられるだろう。大統領命令か。大統領は忙しい。私が全責任を負っている。アメリカ国内を核攻撃してマスコミにどう説明する。心配するな。隠蔽用のカバーストーリーは用意してある。用意周到なのね。人が核を暴発させたということにする。くそ、ここの研究員もゲノム兵の連中もみんな死ぬぞ。ドナルド、ん、ダーパ局長は死んでしまった、うん、やはりダーパ局長は殺すつもりはなかったんだな。奴は親友だった。他の連中はどうでもいいっていうのか。そうだな。光ディスクの内容を転送すれば考えてやってもいい。何のことだ。今回の演習データだ。ん、ド
ナルトが持ち帰るはずだった。持っていない。そうか、そう、持ってかれちゃったよね、誰かに。貴様ら二人は70年代のチブだ。誰もが蒸し返したくない暗部だ。このまま生かしておくわけにはいかない。爆撃までの時間、せいぜい仲良くな、旧体政府の亡霊たち。お互い脱出路は断たれたようだな。そうですね、空爆の前に決着をつけよう。決着の前に成功させてくれ。貴様は俺から何もかも奪った。貴様を、貴様の遺伝子をここで否定することで、俺はその全てを取り返してみせる。お前との決着には美しい生贄だ。見えるか？ん？これは俺たちの決着を刻む砂時計だ。この女を死へ誘うと同時に、この核モジュールも吹き飛ぶ仕組みになっている。貴様が勝てば女は助かるかもしれない。空爆までのひとときを女と愛し合うこともできる。このラインを越えるとここから落下する。どのラインだよ。ひとたまりもない。いいよ、早く殴らせろよ。行くぞ、スネーク。よし、セーブだ。スネーク、大丈夫？うん、大丈夫。ギリギリだったね。これセーブしてさ、どっから始まるんだろう。これ次回から始めますっていうことだと、このまま戦闘から始めることはできるのかな。くじけないで。うん、ありがとう。じゃあ一旦ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。